一字一句しっかりこうどういう感覚で打球しているのかっていうのがすごく読みますね。やっぱり感覚つかむことってすごく大事だと思うんですよね。いくら反復練習したとしてもその打球の感覚をつかまない限り上達してないと思うので、そういう意味ではそのトップ選手のコメントを読むことによって感覚をつかむ可能性っていうのは高くなると思ってます。強くなるなら卓球レポート。